こんにちは、吉野さん。なんかね、ライスワークとライフワークってあるらしいですよね。ライスワークってのは、日々の食べるお金とか衣食住のために最低限生きるのに必要なものを得るために働くってことなんですよ。で、多くの方がこのライスワークになってしまうらしいんですよ。食べ物を買ったり、着る服を買ったり、住むところ、保険、最小限の移動手段、こういった生きるためのコストを稼ぐのが、だいたい月に15万から20万としたら、一生懸命働いても稼げるのは15万から20万ってことになると、ライス食べるために稼ぐことと一生懸命働いて得るお金がイコールになっちゃうんで、ずっとその暮らしがラットレースのように続いていくってことらしいんですよ。まあでも世の中にはライフワークを達成しようとして働いてる人もいるんですよね。この人はすでに生活費のために働いてるわけじゃなくて、どちらかというとお金がたくさんあるんですよ。お金がたくさんあるんで、無理に働かなければ時間もたくさん得ることができるんですよね。でもそのたくさんの自由な時間を持って、自分の生涯をかけてやりたいことをずっとやってるっていう感じです。まあこういうふうになると、働くっていうのはある意味自分の喜びのためとかね、楽しみのためとか、自己実現のためとも言えるし、片方では生きるため仕方なく働くっていう言い方もあります。昔、働かざる者食うべからずって言葉がありましたけども、これっていうのは、ほとんどの人が農家だったんですよね。で、農家って言っても自分の持ってる田んぼを自分の家だけで面倒見るのはすごく大変だったんで、その5つとか等の家族がですね、協力してそれぞれの田んぼを1個ずつこうやって集団でやっつけていくみたいな形だったんで、だから働かざる者食うべからずみたいな言葉が生まれたんですけども、時は過ぎて今ね、例えばプロゲーマーっているじゃないですか。ゲームでこうやって楽しんだらそれが収入になっちゃったとか、なんかその格闘技が好きでずっとやってったらそれでギャラがもらえちゃったとかね、で上手になればなるほど勝ちやすくもなるし、勝てるようになったらお金も入ってくるし、人も集まってきて情報も集まってきて、で優秀なトレーナーもつくんでもっと勝ちやすくなるみたいなね。まあそういうふうな仕事の選び方がいわゆる二極化って言われるものなのかなと思うんですよ。で家事の問題になりますけども、家事っていうのも結局お金を払わずに自分でやるってこともできますし、お金を払って自分がやらないっていうこともできるんですよ。それは家事が得意で家事が大好きな人がいて、それこそお金をもらいながらね、いろんな家の整理整頓をすることによって自分の自己実現をしてる人もいればね。で家事っていうのは自分の生産性を高めるものではないから、自分がやらなくてもいいよねって考えてる人もいると。で私はね、その中間でですね、掃除をすることによっていろんなものが見えてくるし、何よりも自分の暮らしているその家っていうのは家族も暮らしてるんで、家族にはなるべく快適な環境に過ごしてもらいたいから自分で掃除をしてみたいなってところがあったり、まあ暇でやってるってところもありますけども、あとはね、掃除をすることによって家のコンディションとかが分かるんですよ。例えばね、床の雑巾がけをするとどんなものが落ちてるかによって、あ、ちょっとお米が結構落ちてるから取りこぼしのないように食べないとなとかね、それから髪の毛が結構落ちてるから抜け毛かなみたいなやつとかね、それから床がちょっとなんかたるんできてるから修理しないとなみたいな感じで、掃除をすることとか整理整頓することによって、どこに何があるのかとか、何が足りないのかとか、将来3年後とか5年後にどんなことが起きるのかなっていうことが、まあ、見えてくるんですよね。でもそれをお金を払って掃除っていう単体のもののために人にやってもらうと、なんかその深みがないっていうかね、考えるその階層が、そのレベルがね、レイヤーが掘り出していけないんですよ。だから私はできるだけ時間の自由を持って、自分の人生に関わることは自分でやっていきたいな、興味を持ってね。そうすることによって人に任せたら見えないことが見えてくると。その上で人に任せていいものと、で人に任せちゃいけないものとが選別されていって、人に任す時でもちゃんとね、レポートをしてもらうっていうことですかね。こういうところに気づきはありませんかっていうのを最後に聞くから、それを考えながらちょっと作業してくださいみたいな感じになるかなってことですね。まあライスワークとライフワーク、この2つについて今回はちょっと軽くお話ししてみましたけども、いかがだったでしょうか。